今からもう15、6年前の話ってその人は言ってたんだけど、まあ、2階建ての家を借家、その借家を借りて住み始めた。で、その15、6年前に。で、まあ、2階の部屋に子供部屋があって、で、普段2階の子供が遊んでて自分は下でまあ家事したりとかして、洗濯物を干すのにわざわざ2階に上がってってベランダでまあ干してたんだって。で、いつものようにこう洗濯を今度は夕方だったんで取り込みに行こうと思って2階に上がってったら、子供さんがバタタッと走ってきてバッてしがみついてきたんだって。あれどうしたの？って言ったらね、窓、その子のいる部屋の窓から外を見たら、遠くの方に高速道路が高架下があって、上の方に高速道路が走ってるのが見える、そういう景色なんだけど、その高速道路の、下の辺に、まあ、ギリ本当に人影が見えるかどうかぐらいの距離なんだけど、そこにね黒い人が立ってるっていうの。で、黒い人が立っててこう手を振りながら「おーいおーい」って言ってるんだって。で、だからそんなのでも誰に手振ってるかそんなん分かんないじゃんって、まあそう見えただけかもしれないし、きっとなんかその辺の人に呼んでたんだよって、なんとかちゃん大丈夫だよって言ったら、っつって、その時はまあそれで収まった。で、また2、3日経って、またその夕方にガシってしがみついてきて、あれどうしたの？って言ったら、今度はね、赤い屋根のお家のそばで黒い人が呼んでる。おーい、おーいって言ってるって。で、その赤い屋根のお家っていうのが、その最初に言ってたその高速道路の高架下よりもちょっと手前なの、家の方に。で、あれってその時に初めてそのお母さんも、あれもこの子もしかしたらなんか変わったもの見てるのかなってちょっとその時に思ったらしい。ね、そんなことを教えてもしょうがないから、もうそんなこと気にしちゃダメよって。なんとかちゃんを呼んでくれないよって言って、もう窓からあんまりじっと見ない方がいいかもしれないねって言って、暗にあんまり気にしないようにしなさいよっていうのを言いながら、まあ、その場はそれで終わった。で、またそれから数日経って、もう半泣きになってると、部屋に入ってったら、あ、どうしたの？って言ったら、今度はね、その黒い屋根のお家のところにね、いてね、その黒い屋根のお家っていうのがさらに近い。だから、もう割とその15メーターか20メーター先の家のところまで来てるって。どうも話を聞くと、なんかね、黒いからよく見た目はわかんないんだけど、声が低い女の人の声なんだって。そこまで言ってるの。で、さすがにそのお母さんの人もちょっとね、怖くなって、なんとかじゃあもう、じゃあこの部屋で遊ぶのしばらくやめようかって言って、まあしばらくやめてたらしいんだけど、まあ、ある日そこの部屋のおもちゃが欲しいって言うんで、じゃあ、一緒に、私も一緒にって言って、部屋のドアのところでまで行って、ガチャッと開けて、中、じゃあ取っておいでって言って、そのドアのところに立ってたらしいんだけど、しばらくしたらその女の子が「わあ！」って「お母さん！」って言うから、わあって思って、その見たら、その指さしてる方向、窓の方向を指さしてて、で、そのお家の窓っていうのが、その、いや、まあ2階だからなんていうの、すぐに落ちないように、窓に半分ぐらいの、こう、何、手すり付きの、こう、なんていうの？落ちないようにしてる、こう、柵みたいなのがついてる、スチール製の、わかるわかる。窓の外ね。転落防止用みたいな。見たら、そこになんか黒いものがくっついてるのが見えて、それが違和感としてすぐに分かったって、見た瞬間に。これなんだろうって言ったら、パーンって音がして、もう一本その黒いのがさらにその、なんていうの、縦のその柵の上を掴んだの。他の棒を。で、またその最初にあった黒いのがまたスッと上に動いて、パーンってそのギュッてよじ登ってきてる手だったのよ、その黒い。で、最終的に、ヌッてその黒い人が上がってきて、おーいって言ったのを見て、子供抱えてその人逃げたんだって。で、もうしばらくその部屋には行かなかったんだけど、それから一週間もしないうちに、その高速道路、その人の家の近くのその高速道路の下で、死後一年、もう一年以上経った女性の遺体が発見されたっていうニュースが流れたの。
で、そのニュースっていうのが、それが、あのね、1年、あとあと調べたら1年じゃなくて2年だったんだけど、確かに2年前、うん、まさかその場所だとは思わなかったんだけど、ワイドショーで、高速道路上で、その揉め事を起こした、そのご主人と喧嘩になったかなんかで、もう車をもうそこで降りて、うん、その場で降りていなくなっちゃった、行方不明になっちゃったっていうニュースが流れてて、で、その人が実はその後そこから飛び降りて、下のフェンスにかかり、しかもその雑草とかで分からなくなって、てかもう行方不明直後に亡くなってた、そのご遺体だったみたいで。で、黒くなってたのは、本当にそのミイラみたいに干からびて、あの、日に焼けて黒く、その日に焼けてっていうか、風に干からびて黒い、なんか、人かなんかようわからないような感じになって発見されたっていう。